これはでもエアスにしちゃったんですか、もう完全に。はい、グレードもいいっすよね、オプションなんかついててね。ああ、試飲店の車庫調仕様だった。で、レーダークルーズもついてる。じゃあこれプリクラ本物っすか。いや、偽物。偽物、ああ。これもう随分前に仕入れたんですか。3年前からついてたんですけど。はい、はい。去年買いました。あ、買えたんですか。綺麗ね。ああ。もう今年やエアレ高くなってるんで、やばいっすよね。15,000円。それ安っ、安いっすね。今 12,3 万します。やばいっすよこれ。エアサス何入れたんですか、メーカー。エアサスイデアです。どうせエアサス仕様は楽っすか。最初車庫調で行こうと思ったんですけど、はいはい、メンバーゲートがするならエアサスの方が安いから。走ってるとこも全然低いですね。ね、低い。このこれいいっすね。これどこのですか。これはバタフライシステム。すごいじゃないですか。いやトランクはもう使えるんですね、完全にね。特にあれですか、故障とかも今のところは。今のところないっすね。ないっすか。ましたね。これも。これは、はい、プリウス用と。プリウスのモーター。はいはい、これが違うものでこう流用してとか。ファンカー方がなんか、3分の1くらいしか。あ、そう。なかなか出てこないですもんね、リアのね、コーナーポールだと。マフラーはフロント中間ストレートで、リアがトムスの加工です。加工、でも太鼓はついてるんですか。太鼓ついてるんですか。で、ウールネック。このホイールが、これは 10.5 ですか。 10.5 ですか。これ特注ってやつですか。フロントも特注。フロントいくつですか。フロント10.0の3発。で、あれだ、ブレーキも入ってますね。これはブレンボ。ブレンボのこのキャリパーの色がいいですね。渋いね。板金屋さんで作ってもらって。色っすか。あ、そう、オリジナル。いや、渋いっしょっすね。シルバーでね。おお。あ、いいっすね。低い感じっすね。S430 のサンバーストス、はいはい、すごい。よく見つかりましたね。なんとか違和感ないですね、全然。あとフロアマットスですね。これ作ったの。オーダーマットス。へー。この辺りのウッドっていうのはでもメーカーとかな。これは買った時からなんですけど、こういうこのサイド、この辺がイージーグラフィック。なかなかここまでね、やってる人いないですよね。これ当ててわかる。これ全部塗ってますか。じゃあ、ああ、かすかに昼間ならね、もうちょっとこだわってる。今後はどうするんですか。またマフラー作り直したりとか。でかいとかはないっすね。この足が決まってればね。
Thank you.